それだから女は額をつけると面倒なんだ。おい、そこに土下座しろ。私はミサ、30代の会社員。祖母が亡くなり10年ぶりに大嫌いな地元に帰ってきている。はぁ、帰りたい。ミサ、おじさんたちにお酌してきてちょうだい。はぁ、おじさん、どうぞ。ミサか、お前ずいぶん久しぶりだな。まったく都会に出てから一向に帰ってこないなんて親不孝だぞ。はぁ、私は地元が嫌いだが、このおじのことが特に大嫌いだ。会うたびにセクハラと嫌味を言ってくる。ずいぶん女っぽい体になったな。まさか向こうで男がいるのか？不倫じゃないだろうな。いや、そんなわけないでしょ。女は男で頭も体も変わるからな。もっと柔らかくないといかんぞ。はぁ、にしてもミサは女のくせに大学なんざ行ってあっちで偉くなったつもりかもしれんが、女はちゃんと結婚して母親になってこそ一人前だって分かっているのか。もう30過ぎたら誰ももらってくれんだろ。こっちに戻ってきたら紹介してやるから、そろそろ帰ってきてお母さんを安心させてやったらどうだ。ご心配ありがとうございます。結婚はいつかご縁があればと思っていますが、今のところ考えていませんので。ずいぶんと生意気に育ったな。お前の親父と母親のしつけがなっていないからこんな娘に育つんだ。お兄さん、すみません、この子は昔から少し変わっていまして。ふん、大手に勤めてるからって調子に乗りやがって。はあ、変わらないな。ここは男尊女卑が根強いこの地域は、今でも女は結婚したら仕事を辞めて専業主婦になるのが当たり前だ。夫の親とは同居すべきだし、家事も子育ても介護も全部が女の仕事と言われる。ミサ、この食器片付けておいて。それが終わったら空になったビール瓶を回収してきてね。わかったよ。